皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。現在開発中の都市の様子をですね、上空からご覧いただいております。今回の都市はですね、産業都市創造という形で、大きな産業都市を作ろうというコンセプトでやっております。現在はですね、こちら画面の右下のところですね、ちょうどこの辺り、この辺りで、工業ですね、石炭でしょうかね、鉱石を、掘って、でそれを鉄に変えたりとか、そういった産業をこちらの方でやってるところですね。で画面の中央のこの下の方ですね、この辺りでは、農業とあと林業をやっています。ちょうどねこの辺りが林業エリアですかね。でこの辺りが、農業エリアで、農業に必要な肥沃な大地っていうのがこの辺りにちょうどあるので、それを利用して農業をやっているところですね。それと画面の上側ですね、ちょうどこの辺り、この辺りが、油田地帯ということで、今少しだけですがこの辺りで、石油産業ですねをやってるところです。で現在ですね、いろんな工場も建ててまして、例えば工業エリアから取れた、鉱石を元に鉄を作ったり、あるいはガラスを作ったりして、それを元に、例えばこのレモネード工場だったかな、そこでレモネードを作ったりとかですね、あるいは、この辺りに工場たくさんあるんですけど、要はその産業エリアで取れたものを原料にいろんなものを作っていく、そういう工場もですね、ある程度建てているところですね。ただまだちょっとその材料ですね、原料が足りなくて、工場がその稼働がですね悪くなったりとか、そういうのもちょっと見受けられているので、そのあたりは今後改善していく必要があるのかなと思っております。それとあとこの今、現状の町はですね、外部との接続が高速道路しかないんですね。そうすると、外部から入ってくる、例えば資材を運んでくる車であるとか、観光で来る人の車であるとか、あとはそうですね、こちらの方から、輸出する、商品を隣町に運ぶような車とか、いろんな車がもうごっちゃになって、集中をしているという状況ですね。それによって非常にこう渋滞が見受けられてましたので、そうですね、もともとここ一つだけ、高速道路の出入り口が一つだけだったのを、二つにして、一つのところに集中するのではなくて、それをちょっと分散させるとかっていうことも、やってきてはいたんですが、それでもですね、やはり産業が活発になることによって、車の出入りがかなり多くなってきているところですね。で、渋滞によってですね、様々な、問題が発生したりしています。例えば、ゴミをですね運ぼうとしても、その渋滞にゴミ収集車が、巻き込まれて、そこでゴミ収集車が滞ることによってゴミの収集することができなくなったりとか、あるいは、緊急車両が通れなくなったりとか、あるいは、商業に運ぶ物資を、運べなくなったりとか、いろんなことが起こっているんじゃないかなと思います。で、ですね、今画面の北の方ですね、ここに、線路が走ってるんですね。ここですね。ちょっと分かりづらいんですけども。で、この線路は、隣町まで続いてまして、この線路から、例えば、列車を誘致すると。
そうすると貨物列車で隣町に、商品を運べたりとか、あるいは原料を運んでこれたりとかすると、今車でそれをやってるものが、列車に変わってその車が減るとかっていう、そういう改善ができるんじゃないかというふうに今考えてます。で、まあ、できればですね、そうしたいんですが、今のマップにはちょっとその線路がないので、今日はですね、まずそれをやりたいと、貨物列車を誘致したいということで、今ですねマップがこの辺りやったかな、こういう感じで今マップを買ってるんですが、さらにこの北側のエリア、ちょうどねこの辺りですね、この辺りを購入してですね、ここにある線路をですね、ちょっとこうここの辺から分岐させまして、ちょっとこちらの方まで線路を作ってですね、ちょうどこの辺りに、貨物駅をちょっと作ろうかなと。で、ここのマップを、購入することによって、ちょうどねここに油田地帯があるんですね。まあ、ちょっと色が変わってるのがお分かりかと思うんですが、今ここで、石油産業をやってるんですが、まあ、例えばその石油を組み上げたりとか、まあ、それを精製して、まあ、プラスチックに作ったりとか、まあ、そういうことをやってるんですが、ちょっとねこの奥の方でもう少し大々的にやろうかなというふうに思います。で、今ですねその工場でちょっと足りないよっていう原料がプラスチックが結構多いみたいなんですね。で、プラスチックっていろんな原料で使えるみたいで、なのでちょっと今作ってるプラスチックでは、プラスチック工場の数ではちょっとその需要に追っついてないような、そういう状況みたいですね。今ね確かこの辺にプラスチック工場何個かあるんですが、まあ、ここの部分開放するので、ちょっとね大々的にプラスチック工場ちょっと作ろうかなと思います。まあ、それによって石油の、この組み上げるというか、石油をこう掘る、まあ、施設もたくさん、まあ、あれば石油の量もだいぶ増えてくるんじゃないかと思いますので、まあ、そのようにちょっとやっていこうかなと。それとあとそうですね、まあ、工場をですね、今こちらの方にある工場ですね、これをですね少し移設したいなと考えてまして、で理由としてはですね、今私のこの町はですね、商業エリアが少し足りないようなんですね。で、要は、今産業ばっかり作ってるんで、要はいろんなものを作り出してるんですけど、それを売る場所がないというようなその要望がたまに上がってます。で、今現状は商業エリアがねちょっとねこの辺りかな、この辺りに少しと、あとここ、この辺りに少しあるんですけども、この辺りに、ね、ちょっと商業エリアを少し作ろうかなと思ってまして、まあ、理由としては、まあ、そうですね、住居エリアからちょっと近いというのと、まあ、産業エリアからも近い、要はこの住居エリアから来て産業エリアから資材を運んでいくという、そういう中央部に商業エリアがあった方がいいのかなと思ってまして、で今ここに工場がたくさん立ち並んでるんですが、それをですね少しこの辺りかな、まあ、この辺り若干ですけどね、まあ、移設をしまして、でこの辺りにちょっとした商業エリアをちょっと作ろうかなと思います。で、まあそうですね、で、一番の目的としてはその渋滞の解消ですよね。まあ、その辺がうまくいけばいいかなと思ってはいるんですが、ただ今後もまだね土地って結構余ってるんで、まあ、この辺にその産業の、エリアをたくさん、作っていくと、おそらく車はどんどん増えていくんじゃないかなとは思います。
なので全くその渋滞をなくすというのはなかなか難しいのかなと思うんですが、まあ、先ほど言ったように、何かその渋滞によって、起こる問題が発生しないぐらいの渋滞なんて言ってもあれですけど、要は渋滞をしても、街に問題が起こらない程度ですね、それぐらいの感じをちょっと目指していけたらなと思っております。はい、そしたらですね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、そしたらですね、予定していた街の開発の方が一旦終了しましたので、ちょっとですね、ご紹介をしたいと思います。まずマップですね、マップを購入しまして、画面の左上あたり、このあたりですね、このあたりの、土地をちょっと購入してます。で、購入した土地の方に、石油エリア、まあ、石油特区っていうのかな、まあ、石油を、まあ、掘るようなそういう施設をたくさん、まあ、建てました。この辺りですね。で、そこにちょっと貨物駅を作ったりしてますね。ちょっと画面寄りましょうか。はい、まあ、もともとここにあったんですけど、それを、まあ、ちょっと移転したりとかもしてるんですけども、こちらですね。はい。これが、石油を掘る施設になりますね。この辺りが。で、その隣にあるのが備蓄タンクですね。まあ、ここから掘った、石油をこちらの方で、まあ、一旦保管するような施設になります。で、その隣に、作ったのが、これプラスチックの工場ですね。で、ちょっとプラスチックが少し、不足気味でしたので、これでちょっとプラスチックを大量生産して、各工場に送るという、そういう感じでいきたいなと。で、この石油エリアのところに貨物駅を一つお作りしました。ここですね。はい。っていうのが石油エリアの部分ですね。はい、ちょっとまた画面元に戻しましょうかね。はい、で、先ほどの作った貨物駅がこれになるんですけども、こちらの方から貨物駅の路線をずっと伸ばしてまして、で、ここですね、ここに、貨物駅の、鉄の貨物駅を作ったということですね。なので、ここまで貨物列車が来ますので、まあ、この辺りで作った、まあ、商品とか、まあ、生産物ですね、あとここの工場で作った、物資、まあ、商品をこちらの駅まで運んできて、ここから、隣町まで輸出をするという、そういう流れができればなと思ってるんですけどね。そんなにうまくいくかどうかちょっと疑問ですが、はい。まあ、工場はちょっと移設して、で、もともと工場があったところに商業エリアですね、こちらの方をちょっと作ってみました。で、こちらの方にですね、少し、まあ、公共交通機関がですね、我が町あんまりないんですけど、あんまりというか、まあ、なかったんですね。で、第1号として、こちらケーブルカーですね。の駅をちょっと作りました。で、ここね、中央に川がまあ流れてるんですけど、まあ、この川をこう渡るような感じで、こちらの住居エリアの住民たちがですね、このケーブルカーに乗って、こちらの方にショッピングに行くような、そういう感じでちょっと考えています。で、この辺にちょっと商業エリアをちょっと作っていこうかなという、そういう作戦ですね。ちょっとまだ画面戻しましょうかね。で、あと道路でちょっと新たに作ったところが、もともとはですね、ちょっと北の方が見えないな。もともとは、ここにある石油、まあ、産業エリアですね、そちらの方から、この道路をこう使って、まあ、こういう感じでここの工場に運んだり、
まあ、あるいはこっちの工場ですねに運んだりというか、まあ、そういうふうなことをやってたんですが、今回ですねこちらの方に、まあ、環状交差点もともとあったんですけど、そこから道路をですねこっちの方に伸ばして、でさらにこちらの方に伸ばしてですね、でここの商業エリアとかあと工場エリアですね、ここに、まあ、行けるようなルートを新たに作ってみました。そうするとここでプラスチック、まあ、生産したやつをこちらの道路で運んでくるというルートができるので、もともとここしかなかったんですけど、まあ、この部分の交通量が若干でも減ればなという、そういうちょっと期待をしてますね。はい。それとあとこちら側ですね、こちら側の方を見ていただくと、ここにね、ゴミ集積場が今あります。で、もともとはこっちの方ですね、こっちにここが繋がってなかったんですけど、ここがねもうすごく渋滞してたんですよ。で、こっちのゴミ集積場がこっちの方に行けなくて、ちょっとゴミ問題が勃発してたんで、ちょっとねそれをちょっと改善したいなと思いまして、ちょっとこちらの方ですね、まあ、環状交差点を作ってこっちとこっちの行き来ができるようにするのと、あとはまあこっち側ですね、こっちの住居エリアからこっちの方に来れるようにしてあります。まあ、それによってゴミ集積車もこっちを通ってこっちにも行けますし、まあ、こっちの方にも行けるということで、まあゴミの集積もしやすくなるんではないかと思いますので、まあ、ちょっとそのようにしていこうかなと思います。でちょっと色を塗ったところをご紹介しますね。でちょっとね今画面が、ちょっと別の画面にちょっと切り替えます。まあ、こうすると、街の問題がですね、まあ、あらわになるんですけど、ちょっとね今はそんなに問題起こってないような感じですね。まあゴミ問題ちょっとあったりとか、この石マークはね原料が足りませんよとかっていう、そういうマークだったと思います。で、色を塗ったところをちょっとご紹介しますね。はい、こんな感じです。でまだねちょっと空白地が、結構たくさんあるんですけども、まずは、この辺りは農業エリアです。でね、農業エリアも2つ産業の、項目があるというご紹介をしたんですが、こっちの工場ですね、ごめんなさい、産業ですねではなくて普通のやつですね、普通の農業エリアをですねちょっとこちらの方に作ったりしてます。この黄色いのはそうですね、普通の産業エリアを農業特区に変えたという、そういう部分になりますので、であとここ商業エリアちょっとだけ作ってみましたね。はい。であとここですね、新たに作った商業エリア、はい、こっちの方はまだちょっと塗ってないんですが、一気に塗ってしまうと、まあ、一気に需要を満たしてしまってですね、まあ、発展がちょっと滞ってしまうということにもなると思うので、まあ、ちょっと様子を見ながらですね塗り足していこうかなと思います。であとは、住居エリアですね、住居エリアの方を少し高層のエリアに、まあ、ちょっとこれ色が違うのがお分かりかと思うんですが、高層のエリアに少し変えてます。こちらもそうですね、この辺りもちょっと塗り替えてますね。それとね、ついに我が町にですね、高校ですね、高校を作りました。ここですね。なので一応高校まで通えるようになったということですね。まあ、頭のいい市民が増えてくるんでしょうかね。はい。あとはこちら側はですね、まあここもですね、普通のその一般の産業エリアですね、まあそれを、石油特区に変えたのをちょっと作ってみました。でこちらの方は、もともとあったところというか、まあ、色塗りをするやつではない、なんて言ったらいいんですかね、はい、まあ、産業の
施設をまあ建てたということですね。こっちの方は色を塗って混合施設がまあ立ち並ぶであろうというエリアになります。っていうところでしょうかね。はい、そうしましたらですね、ちょっと時間を進めながらですね、町の様子を見ていきたいと思います。はい、それではですね、今町の開発をしてですね、その後どうなるかというのをですね、ちょっと時間を進めながらちょっと見てたんですけども、今ご覧いただいているのは2つ目のインターチェンジというか、まあ、高速道路の出入り口ですね、かなり渋滞が始まっておりますね。で、一応その貨物列車ですね。貨物列車を作ったんですが、ここの車の出入りはですね、なかなか減らなかったですね。で、これね、環状交差点、ですね。まあ、ラウンドアバウトですが、まあ、一応交通の流れを良くするために設けてはいるんですが、これね、デメリットもあるんですよね、この環状交差点っていうのは。で、そのデメリットっていうのは、例えば今こちらの方から車がどんどん入ってきてますよね。で、これがね、こっちの右折、左折か、ここを来てこっちの左折する車については特に問題はないんですよ。ただですね、この右折する車なんですけど、右折する車についてはここをね、ぐるーっと回らないといけないんですね。普通の交差点であればこのまますっと曲がれるわけですが、環状交差点の場合はこう一周しないとこっちの方まで回れないわけですよ。そうするとその分車の移動距離っていうのが伸びまして、その部分で車がこう渋滞してしまうと。要はこっちの方から車とこっちの方から来る車ですね、と同じルートになるわけですよね。それがね、今ここに溜まってるんですよ、ずっと。まあ、それがね、ちょっとデメリットなんですね、この環状交差点の。
でこれをね改善する方法は一応なくはないんですが、まあ、このルートをなくすっていう方法があるんですね。このルート要はこっち側にしか行けなくするっていうことですね。まあ、ここはまあどう、まあ、とりあえず何もしないで、置いてもいいと思うんですけど、要はここを折り口にする一方通行ですね。こっちの方にしか行けない。でこっちの方から車はこっちの方からしか行けない。こういうルートしか行けない。そうするとここを通ってぐるっと回ってこっちに行く車がもうほとんどいなくなるので、多分そこで渋滞するのは多少減ってくると思うんですよ。まああとはねここをどうするかはちょっと様子を見ないといけないのかなと思うんですけど、あとはこれねここだけじゃなくてこっちの折り口のとこですね、ここでも混んでるわけですよね。今回ここはなので、ここの部分の、渋滞をなくしてあげないとどうしようもないわけですね。まあ、だからまあ2つあるのかな。ここが問題になってるパターンと降りたところですね、降りたところが問題になっているパターンとっていうのがあるので、まあ一概に環状交差点だけが悪いとは言えないんですが、まあ、いずれにしてもここのこう入ってこう来る車をいなくするの、いなくすればこの部分は多少なりとも混雑はなくなる、渋滞はなくなるんじゃないかなと思います。ちょっとそのあたりはね今後ちょっとやっていかないといけないかなと思うんですが、じゃちょっと街の様子ぐるっと見てみましょうか。こちら側は、新しく作った石油エリアですね。で画面の手前こちらの方はもう施設をそのまま私が建ててるところですね。でこっちの方は石油特区として、色塗りをしたところなので、まあ、建物は勝手にこう立ち並んでくるというそういう状況になると思います。まあ結構立ちましたかね。まだちょっと空き地ありますが、まあ、それなりに、立ち並んできてますね。でこれが、まあ、普通の産業エリアの石油特区の建物になるみたいですね。まあでもこれ、組み上げてる方式としてはこちらの施設とあんまり変わりはなさそうですけどね。こっちの方はあんまり勢いよく動いてないです。向こうすごい勢いよく動いてますね。まあ、建物はどんどん立ち並んできています。で、今度こちらの方に目を向けると、ここでもちょっと渋滞が発生してるっぽいですね。ここは、こちらの方から来る車が、こっちに入っていくところですね。ここで渋滞してる。ここはね、どうもね、信号待ちっぽいんですよね、ここ。ここね、信号があるんですよ。こっちに行く車ほとんどいないんで、今。まあ、なぜならここ行き止まりなんでね。こっちの方の環状交差点をまだちょっとつなげてないので、そしたらね、ここ、信号をなくすっていうことができるんですけど、ちょっとやってみましょうかね。そしたらね、多少これ減ってくるんじゃないかなと思います。どこすんだっけ。あ、これですね、交差点。これで、まあ、いろんなやり方あるんですけど、一番簡単なのはこのカーソルを虫眼鏡に合わせて丸ボタンで三角形を押しっぱなしでこの交差点に合わせて離すと、そうするとこういうふうに交差点のところに信号機のマークがどんどん出てくるんですよ。でカーソル合わせると色がちょっと変わるの分かりますかね。でこれで丸ボタンを押すところで信号機が、色が消えたと分かりますよね。こうすると信号機がなくなりますので、これで多分ねここを車どんどん流れるんじゃないかと思います。これ全部なくしましょうか。この辺はもう全部なくしましょうか。これ事故にならな ならないの。ああちょっとちょっと信号機なくしてたら人口が 4万8000人に到達しましたということですね。巨大都市になりましたよということで、また、あ、
ついに原子力発電所が、開放されましたね。これね、電力やっぱりね、原子力発電がまあ最強説ありますけどね、私の中で。で、あとはまあ港とかが開放されましたので、そのあたりちょっと作っていけるようになりましたね。まだ貨物空港はちょっとまだだかな、まあ、空港とかはもう少し先になるんでしょうね多分。まあでも港が開放されたので、ちょっと水辺にフェリー乗り場とか貨物船を誘致するような、そういう建物も建てれるようになりましたね。ちょっと信号機をなくしてた途中になるんですが、まあ、この辺全部もなくしてみましょうか、はい、これで全部なくなりましたね。あ、ここはなる。これなくしてしまうと、はい、ここ見てください。もう一瞬で渋滞なくなりましたね。で、信号待ちはですね、渋滞なんですけど、まあまあ信号をなくせばこういう風に流れるケースもあるので、ちょっとまあ試してみる価値はあるかなと思います。ただ信号がないとそれはそれで問題が勃発するので、それはねちょっと注意が必要ですね。あ、これ備蓄倉庫にすごいやっぱり車が集中してますよね。使用率 97%、 もう結構満タンですけどね。あ、なるほどね。よしよし。で、こちらの方プラスチック工場ですね、一応6つも作りましたんで、製品した商品を販売する店舗が足りませんということですね。これはね、工場に持っていく車が、まあ、まだ来てないのか、工場が足りないのか、まあどっちかですね。ちょっとね、プラスチックの生産多くしたんで、ちょっと逆に余っちゃってる感じですね。こっちを潰しましょうか。この辺り少し整理したいなと思ってたんで、ちょっと潰しましょうね。で、これで潰したので、多分こっちの方が使われていくんじゃないかと思います。優先的に。あ、電気がなくなった。これで電気大丈夫かな。まあ、この辺も、ちょっとずつなくしていく予定にしてますんで、まあ、この辺に、大石油地帯をちょっとまあ作っていこうかなということですね。で、石油地帯に作った貨物駅ですが、ああ、今列車来ましたね。まあ、それなりに使われているようですがね、こっちの方まで。はい、ここが分岐のところになってますね。隣町ね。あ、隣町にちょっと運んでいってもらってますね。はい、で、こちら側に作った、貨物駅どうですか。あんまりにぎわってないのかな、これ。トラックがそんなにないですね。これね、貨物駅の、前の道路ってすごい渋滞するんですよ、通常。でもね、あんまり来てないですね。ちょっと貨物駅が遠かったかな。どうですかね。まあまあ、でも、あんまりね、混みすぎるのも良くないんで、まあこれぐらいがちょうどいいかもしれませんね。はい。で、こちらの方は農業エリアですね。で、こちらの方が、商業エリア。新しく作ったところですね。で、今回初めて採用したこの、公共交通機関ケーブルカー、どうでしょうか。人いますかね。まあちらりほらり人の気配がありますけど、あ、今着きますね。今着きました。あー、結構出てきましたね。結構出てきましたね。で、ちょっとここにね、カーソル合わせると、だいたいその、月の、先週か。先週の乗客数が見ることができます。126人が、利用してくれたということですね、先週。多いんだろうと思うね。こっちの方も一緒。あれ？こっちの方が少ない。なんでだろう。
あ、救急車来ましたね、救急車。病人がいるのか。まあ、ケーブルカーもそれなりに使ってくれてるっぽいですね。で、商業の、需要の方がまだ結構あるみたいですね。ここ見ていただくと、これですね。はい。なので、ちょっと塗り足しましょうかね、商業エリア。で、商業エリアの方は、ある程度、なんて言うんでしょう、この騒音とかが起こってもいいので、なんか、ちょっと立てたいなというのはあるんですよね。で、こちらの、特殊施設っていうところを見ると、いろんな、建物が、もうこれはそのものズバリの建物を建てることができます。でこのねロックがかかっているやつはいろんな条件をクリアしないと建てれないんですけど、これ私が以前にやった時に解放したやつとかもあるので、どうもですね一回解放したら次の回も作ることができるみたいですね。ちょっと何を建てますかね。この辺行きましょうかね。ちょっとね大きさがいろいろあるんで、ちょっとこれが一番いいかなと思ってたんですけど、これ。生と死の噴水というやつですね。はい、これちょっと建てましょうかね。じゃあ娯楽度はあんまり高くないですけど、まあ騒音もそんなにないんで、でちょうど合うんでちょっとここに建ててみましょうかね。まあ公園みたいな感じでしょうか、これはね。はい、こんな感じですね。で周りに商業エリアをちょっと作っておきましょう。まあ、こんな感じでいいかな。うわ、すごい渋滞が始まっていますね。これすごいですね。これちょっとすごいです。見てください。ここはすごい。やっぱりゴミ収集車がすごいんですね、これ。ゴミ収集車ルートが、ここを通っていくんで、一気に列をなしてる感じですね、これね。こっちの方に抜けてますもんね。ほとんどがゴミ集積車ですか、これ。ゴミ集積車がなくなればだいぶ違うような気もしますね。で、あとこの高速のところもかなり、渋滞している感じですね。ちょっとですね、このゴミ収集車の何ですかね、この渋滞がひどすぎるので、ちょっとここの道路、まあ、ルートですね。こう、ちょっと一回潰してみましょうかね。あまりにも、ここ通り過ぎでしょう。で、ここに繋げときましょうかね、とりあえずね。はい。で、ここまた商業エリアちょっと作っときましょう。もうだいぶ経ちましたね、建物がね。あ、火事が起こってんな。ちょっと、消防署をちょっと建てましょうか。あ、結構赤いな、これ。ここも赤い。あー、ここもだ。ちょっと、ここの、この辺りに建てておきましょう。電気がこれ足りてないのかな。
多分ね、電気は来てると思うんですよね。多分電気が足りてないんでしょうね。ちょっとゴミマークがたくさん出てるので、ちょっとこの辺一旦搬出作業をやっておきましょうかね。うわー、ここもゴミ集積が全部埋まってしまってますね。ちょっともう一個ゴミ集積所建てときましょうか。焼却が追いついてないのかな、これ。ゴミマークがやっぱり結構目立ってきてますもんね。この真っ赤のところに何とかしたい。ああ、ここね、結構ね、こことかあるんですよね、近くにね。ここもう一個建てときましょうか。まあこれぐらいあればなんとかなるでしょう。ここも搬出が終わったっぽいんで、よし。はい、まあここ道路を潰したんで、もう一気に車いなくなりましたね。まあ、そりゃそうですよね。ああ、ちょっと墓地も建てときましょうか。ドクロマークがちょっと目立ってきてますんで。どこに建てよう。まあ、この辺でいいんだけどね。まあ、ここでいいですかね。じゃあ、ここに。はい、ニコちゃんマーク出ますね。墓地はね、あのニコちゃんマークが出るんで、こういう、まあ、商業エリアとか住宅エリアの中でも大丈夫ですね。火葬場もそうですね。あー、電気が足りない。ちょっと建てましょうか、発電所。ですね、何発電所かというと、これですね、原子力発電所。これ建てましょう。どこに建てますかね。このあれに建てましょうか。刑務所の前に建てましょうか。これいけるの？いけますね。はい、大丈夫ですね。じゃあこちらの方に、原子力発電所1号建てますね。これもし事故が起こったらもうこの辺りは汚染されますんで、刑務所の人たちも嫌でしょうね。こんな前に原子力発電所を建てられてしまったら。だからこれで、犯罪する人もちょっと減るかもしれません。ということで行きましょう。はい、こちらの方の、車は減りましたが、ここはそんなに減ってないですね。まあ当然ですけどね。まあでも、この辺りも、もうちょっとね、手を加えてあげれば多分大丈夫だと思います。でちょっともうちょっとほっときたいと思いますね。で、工場ですね。工場の様子をちょっと、こう、一通り見ていきましょうかね。で、最初に建てた工場、この辺りですね。レモネード工場。うん、作物がちょっと少なめだね、これ。で、ガラスは、結構需要というか供給があるので、作物がちょっと足りてないのかな、これ。ちょっと作物の畑をちょっと足しましょうか。ここにまだ少し空き地があるんで、ここにもうちょっと足してあげましょうか。何足そうかな。これ確かあれなんで、こっち立て方しましょうか。これ行きましょう。よし。これ果樹園ですね。果樹園。果樹園を、どうでしょう。3つぐらい足しておきますか。ちょっとデザインは一緒にしときますかね。これが梨畑かな。これ梨畑でちょっと統一しましょう。よし。これで若干でも需要に応えられればいいですけどね。
はい、まあレモネード工場はそれなりに動いているという感じでいいですかね。でその隣には家具工場ですね。家具工場は紙と加工木材が必要ですよということで、こちらの方もまあまあ、稼働してますね。加工木材がちょっと足りないのかな。はい、いけるでしょう。で次こちらの方、パン工場。パン工場は、まあ大丈夫そうですね。でこちらの方が、工業用鋼プラントということで、これは金属だけあればいいということですね。まあこれも、足りてますね。こちらの工場は多分これぐらいですね。あ、ちょっと石マーク出た。加工木材がちょっと不足気味だね、これ。あ、作物も加工、ああちょっと待って、もうちょっと増やしますか。ここあ、ここあれか、もうそうか、あの肥沃な大地のところの方がいいんですよね。だからこのグリーンのところは多分そんなに作物が育たないんじゃないかと思ってまして、あーこれもそうかな。これ今石マーク出てますよね。これちょっと見てみましょうか。はい、天然資源が足りませんということですね。これはおそらくその肥沃な大地ではないということですかね。これだからちょっとここは意味がないので一旦ちょっと潰しましょうか。まあ、一節でもよかったのか。よし。ああ、これで、まあまあ、時折、原料不足は見受けられますが、まあ、なんとか回ってるということでいいんじゃないかと思いますね、こちらの方はね。はい。じゃあ、こっちの方はとりあえず OK として、次、こっちの工場行きましょう。もうすでに1個出てますね、これ。印刷業者。ああ、プラスチックか。プラスチックが足りないと言ってますね。こいつはなんとかいける。今度はこちらですね、衣料品工場は、ここも大丈夫ですね。で次に、エレクトロニクス工場、こちらの方も大丈夫ですね。で次フードファクトリーですね。フードファクトリーも大丈夫でしょうかね。問題はここですね、印刷業者のプラスチックが届いてないよということで、プラスチック工場が、どうなんでしょうね。まあでもこんだけあるんで、ちょっとまあその時間的に、まあ、たまたま足りなかった時に当たってるという、そういう感じで見てもいいような気がしますけどね。もうちょっと様子見ましょうかね。あ、でもずっとついてるな。プラスチック工場もうちょっと増やしましょうか。どっちに伸ばしていくか。でもね、これ流通がうまくいってないのかな、ひょっとしたら。ここから出て、ぐーっと行って。こっから、今、こう来てますよね。だから、こっちの方から、こう行くルートをもう作りましょうか。もう、ゴミは、一旦無視して、ここで分岐させて、こっちの方に行くルート。そしたら、多少でも早くなるかもしれませんよね。押してあげようか。ちょっと一回やってみましょうかね。ここはもともとあれだったんで、ちょっとあげて、あ、いけますね。 OK。
でこれをちょっと分岐させてあげたいんで、まあ、この辺ちょっと贅沢に一回使ってみましょうか。こんな感じでいくのかね。そしたらここから分岐する感じで、ここまた信号できてるんじゃない？信号なしにしましょう。信号取りましょう。ああ、これでも右折するやつがあれか。まあ、ちょっとこれは様子を見ないと何とも言えないですね。いやーでもやっぱプラスチックかこれ。ああプラスチックだ。ああプラスチックですね。やっぱプラスチック工場ちょっと増やしましょう。これ向こうまで運ぶの結構大変なんだろうね。これプラスチック工場を、まあ、今まで私プラスチック工場プラスチック工場って言ってますけど、正式名称は何だっけ。これですね、ナフタクラッカープラント、こちらですね。こいつをもう2つぐらい立てときましょうかね。よし。火事がすごいな。ちょっとこの辺り区画整理そろそろしないといけないな。今消防署はですね、全部その陸路で行くやつを作ってるんですけど、これね実はヘリコプターで消火する消防署もあるんですよ。これを建てればあんまり渋滞関係なくヘリコプター飛んでってそこで消火してくれるんで、これ建てようかどっかに。ちょっとこの辺が良かったのかもね。ちょっと待ってくださいね。これ維持費が2880もかかるのか。でもあーちょっとまだ早いか。ちょっとまだ早いかもしれませんね。うわまたゴミが、すごい勢いでゴミが。でこれドクロマークがどんどん増えていってるのは寿命でですねどんどんなくなっていくんですよこのゲーム。そうすると波が来るんです。そうするとね一気にドクロマークが増えてもう見苦しい感じになるので、極力墓地と何だっけ火葬場はで、ね、建てといた方がいいんですよね。結構建ててるけどね。もう一個ぐらい建てときましょうか。まあ、後で、移動もできますし、ね。墓地については、なかなか移動できないんで、ある程度もう決めたところに、置いた方がいいのはいいですよね。はい。よし、工場の方は、ある程度、物資というか、商品、原料か。原料は行き届いてるという認識でいいんじゃないですかね。で、こちらの、石油特区ですね。こちらの方もね、結構建物が立ち並んで、盛んになってきたんじゃないですかね、この辺。
であと商業エリアも、だいぶ建物が立ち並んできましたね。でこちら側の、道路ですが、まあ、ここの道路はですね、渋滞はなくなりましたね。でこっちの方に一応バイパスを作ったので多少車がこう振り分けられてこちらの方に行く車は若干減ったんじゃないかと思うんですね。であとは こっちの方から来る車ですね、こっちの方に来る車とか、もう少し減らしていく必要があるので、まだちょっと、まあでもこれやったらなんとか流れてるうちに入るんじゃないかと思いますけどね。まあ、あるいは地下鉄とかその辺をちょっと作っていくかですね。そろそろお金かかるからな。あーここがちょっと混み始めたな。実はねここに出口だけ作ったんですよ。ちょっとねこの出口が思いのほか混んじゃってるんですよね。こんなに混んでくる、ここ。ここがこのバイパスの方に行く車が増えたっていうことかな。まあそれだったらもう直接このバイパスに高速から乗れるようにしてもいいっちゃいいんですけどね。まあ、この辺もうちょっと様子みたいな。うわぁ、ゴミが。ゴミがすごい。もうゴミ処理場が全然ないんでね、ここ。はい、そしたらですね、ですね、今日は、まあ、貨物駅ですね、貨物駅を作って、まあ、隣町から、貨物列車をですね、まあ、誘致したというところと、あとは、石油、まあ、石油産業エリアですね、そちらの方を少し移転してですね、まあ、拡大をしたという感じでしょうかね。はい、でちょっとね渋滞が非常に気になってまして、まあもうそろそろですねちょっと渋滞対策に乗り出していこうかなと思いますので、そうですね、まあちょっとそのあたりは次回までに少し検討しておきたいなと思います。はい、そしたらですね今日はこのあたりでお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。